はい、短期決戦です。7月7日7時です。ビットコインは294,540円です。イーサリアムは29,943です。資産は80円です。24時間取引量合計は7762です。29万7000円。うん、完全に高止まってんね。イーサリアムは33000円。あ、じり下げ。コインチェック12,774円。リスクは 282.69。 リップルは 28.209。 G キャッシュは 32,019。ネムは 19.134。 小動きだね、仮想通貨。うん、大口がいないんだな、多分な。ほっとかれてるな。0.4 とかだもんな。動きだね。財布の保有資産は10,064円です。時価総額はね、財布 JPY 0.2028。 ふぅ、これさ、リミット売りを入れといた方がいいかもしんないな。もうバーって上行ってさ、戻ってくるパターンもあるからね。異常値がバーって出てさ、それも狙うって。買った値段よりは上がってるからね。うん、安心。トークンね、これね。トークン。よし、いいかな。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。